はいどうも、なすなかなすでございます。僕は中西です。いとこ同士でやらせてもらってます。いとこの特徴知ってますか？ギリギリ結婚できるんです。今日は顔と名前と昔の彼女の名前だけでも覚えて帰ってください。いや、いらないです。陽子です。言わなくていいです。そんなことより今日はここで僕たちの単独ライブがあるんです。まゆことまりとみえことひさこも来ます。歴代の元カノ全部言うのやめてもらっていいですか？ほんでひさこは親戚のおばちゃんですから。ひさこおばちゃんと昔旅行行った時、日傘がおばちゃんの髪に引っかかって痛いっておばちゃん言ってましたよね。何そのエピソード。皆さん草生やしてますか？それではまた。そうそう、棺さんを介しての情報収集とは別に地球への出撃をお願いしてもいいですか？ほら、棺さんを助けた時に戦ったあの見たことのない化け物いたじゃないですか。棺さんを襲った謎の敵、アークスでは幻想種と呼称することになったあの化け物については一切詳細不明ですが、あれと同質なものの反応がこの前から地球でたくさん確認されるようになっているんです。それはもううじゃうじゃと。少なくとも地球の原生生物ではありません。出現する原因や理由は不明ですが、人に害をなす存在を放ってはおけません。今のところあれについてわかっているのは何かが実体化しているようだという点のみ。わかりやすく例えるならフォトンが具現化したようなものでしょうか。それなら悪さする前にバババーッと拡散させてしまえばいいんです。あなたなら余裕です。ちなみに地球で暴れ回っても大丈夫ですよ。フォトンによる認識偽装や空間隔離は完璧。アークスの技術力はすごいんですからね。だからあなたにお願いしたいことは単純明快。地球に行って出現する幻想種をズカーンドバーンとやっつけてきてください。久しぶりな気がしますね。リサですよ。覚えていますか？こちらで会うとは珍しいですね。あなたもうちに来たんですか？あれを。リサがここにいるのが不思議です。リサだけじゃなくアークスの皆さん誰しもが来ていますよ。もちろんアークスとしての出撃許可が下りた時だけですけどね。ここに出てくる幻想種でしたっけ？あのふわふわっとした感じを打つのがちょっと面白いんですよ。打った感触はダーカーに近い感じです。生物ではなく何かが形を取ったような不安定な存在ですね。でも頑張って形になろうともしているので、そのちょうど間の感触が新鮮で、ああ、たまらないです。自由に来られるあなたが本当に羨ましいです。リサもガーディアンになりたいですよ。まあもっともさまざま制限のある中で撃って撃って撃って殺す方が萌えもするので、このままでも構いませんけどね。
ではでは、それではさようなら。やあマイフレンド。そんな照れることないじゃないか。君だよ、君。僕と志を共にする、それすなわちマイベストフレンドさ。こらこら、ジョセフィーヌ、つつくなつつくな。僕はご飯じゃないぞ。そうだマイフレンド、この子は初めてだね。どうだいジョセフィーヌは、可愛いだろう。食欲旺盛なのもこの子の可愛さの一つさ。時折僕を獲物を見るような視線で射抜いてくるのがまたキュートなんだよ。そうそう、自分の子供たちにきちんと定期的にエネルギーをあげてるかい？この子たちは特別な存在だからね。僕たちがエネルギーを提供し与えて、そうして成長していくのさ。言うなれば、僕たちが注ぎ込んだ愛情で大きく空に羽ばたいていくなあ。そうだろう、ジョセフィーヌ。こらこら、そうそうはよくないぞ。どうやらこの子お腹が空いているようだ。僕はこれで失礼するよマイフレンド。ジョセフィーヌ、そんなにはしゃがなくても大丈夫さ。今日はとびきりのご飯を用意してあるからね。手を振ら。おいおい、眼球狙いかい？やんちゃな子だな。やあマイフレンド、君の動向は風の便りで聞いてるよ。素晴らしいサモナーライフを送っているようだね。待った待ったマイフレンド、ダメだぞ友を無視しては。この世で一番大切なものは友なのだから。なあエリザベート、君もそう思うだろう？あとマイフレンド、こいつは失礼。この子の紹介がまだだったね。僕の愛するエリザベートさ、かわいいだろう。それは愚問だよマイフレンド。僕はこの子たちを等しく愛しているんだ。数の問題ではないのさ。僕の愛する3人の子供たち、カトリーヌ、ジョセフィーヌ、エリザベート。この子たちはね、今現在サモナーが使えるペットの種類を決めたとても偉い子たちなんだ。カトリーヌのタイプが4足系、ジョセフィーヌのタイプが飛行系、そしてエリザベートのタイプが2足系。見た目の違いだけじゃない、それぞれのタイプに特徴がある。それがたまらず可愛くて愛らしい。どれかを選べなんてできるはずもない。だから僕はカトリーヌもジョセフィーヌもエリザベートも等しく愛しているのさ。エリザベート、分かってる分かってるよ。君も僕を愛してくれてるんだよね。ダメだよエリザベート、人の腕はね、そういう風に曲がらないようにできてるんだぞ。頭をかじるのも行儀が良くないぞ。
おや、そろそろ食事の時間だね。それじゃあ準備に行こうか、エリザベート。だから僕はご飯じゃないよ。もう一度確認するわね。まずあなたは自分の名前がわからない。うん。自分がどこから来たのかもわからない。うん。ついでに自分が何者なのかもわからない。うんうん。記憶喪失を喜ぶな。ごめんなさい。まったく、できないよね。きつい。そんな不安そうな顔しないの。起きてしまったことをうじうじ言っても仕方がないし、ま、なるようになるでしょう。それにこの子の容姿、PSO2 内で使ってた私のアバターにそっくり。状況から考えても偶然とは思えない。 PSO2 と何か関係があるのなら、私がそれを究明する。それこそマザークラスタに所属する私の仕事。選ばれた人の所属する SNS マザークラスタ。私の役目はゲームの中に PSO2 内に生じたバグを調査する。私のなすべきこと。だからこの子のことをもっと調べて。それにしても名前ないのは不便ね。何かいい呼び方欲しいところだけど。ねえ、何かないの？こう呼ばれたいとか。ない。棺の好きなように呼んで。好きなようにか。なんて呼ぼうかな。その用事だと日本神話的なの合わなそうだしな。よし、フォルゼティってのはどう？やだ。即答！好きなように呼べって言ったじゃない。まったく、しょうがないわね。ヘルモーズ。いや、ヘイムダル。ダメ。ロッキー。ありきたり。最後のはただのダメ出しじゃない。ああ、もう時間がない。私今日は生徒会に顔出さなきゃいけないのに。じゃあ、ある。ないの反対。はる。はる。はる。それがいい。僕の名前、あるがいい。え、こんな安直なのがいいの？それよりガウェインとかの方が。ある、ある、僕はある。なんかちょっと腑に落ちない。まあ気に入ったならいいけど。時間よ時間。それじゃあ、ある、私ちょっと出かけてくるから、ここでおとなしくしてること。もし寮長とかに見つかったら、八坂棺の弟ですって言っておきなさい。弟？そう、弟。あたしはお姉ちゃん。いい？わかった？副将さん、はい。僕はお姉ちゃんの弟です。
まあ意味通じるからいいけどさ。それじゃあおとなしくしてるのよ。なるべく早く帰ってくるから。あ、何？まだなんかある？いってらっしゃい、お姉ちゃん。行ってきます。行ってらっしゃいなんて言葉久々に聞いたかも。まあしばらくはこのままでもいいか。あのぐらいの弟欲しかったし。映像化できていますね。言い訳できないほどに覗き見状態ですが、これも情報収集のため致し方ないです。引き続き情報の映像化を行いますね。ふふふ、次はどんなシーンかな。いえいえいえ、覗きじゃありませんよ。これは何度も言ってるじゃないですか。これは歴史とした情報収集です。情報収集？拾い上げた断片情報をつなぎ合わせた結果、たまたま映像化されちゃっただけなんで、不可抗力ってやつです。あ、もし棺さんと会うことがあっても、こういうことしてたってのは秘密ですよ。彼女だって年頃の女の子なんですから。